今日はですね、よくあるんですけど、ペダルが壊れて自分でねホームセンターかなんかで部品を買ってきてつけようと思ったら外れない、取り付けできない、壊しちゃった。通販で自転車を買ったらペダルがついてなかったという時に、簡単にこうペダルがつけれるような説明をさせていただきます。まずですね、ペダルはですね左右ネジの切ってある方向が違うんです。右側、こちら右側なんですけど、右側は右ネジ、ああ取れちゃった、左側左ネジなんです。だからですね、見えるかな、ペダルのこの取り付け部分に RL と書いてありますので、 R は右です、 L は左ね。お願いします。これを間違えてですね、もうすごいですね、何度かやってるうちに日山潰してしまって、このプランク、ここのネジ山潰してますね。通常ですね、僕らはこちらの工具を使うんですけど、新車を買ったりなんかするとですね、付属の工具が入ってるんです。こんなの入ってますね、はい、これじゃあまともに閉まらないんですけど、でもこれしかない場合はこれを使って閉めるということですね。できるだけ強く閉めるということですね。ペダルが緩んでるとパキパキ音がしたりなんかしますのでね、気をつけてください。とあとですね、こういう六角レンチ使って締めるってこともできます。ここですね、これですね、これは裏側から締める形になります。これね結構力入らないんですよ。だから緩める時もなかなか緩まないと思います。よいしょ、こっち側がいいですね、まあ、この方が感じました。耳もあります。締めるというか、締める中心に向かったところをこっちで締めないとなんです。よし、もう一度おさらいですね。締めるときですね、こっち側にレンチをかけると締めれません。締めにくいです。こっちですね、こっちにする
すると締めやすいです。さあ緩めましょうかね。緩めるときはこっちをこうかけたら緩みません。緩めにくいです。こっちですね、こっちにかけて、こちら側は右ネジですと左へ回すと緩みます。こちら側は右に回すと緩みます。いいですね。まあですね、一般のこういう簡易的な工具で緩まなかった場合にはもう自転車屋さんで外してもらってください。もう自転車屋さんの工具、これで締めたものはですね、これで緩まない可能性高いです。あとですね、これこのクランクがアルミのタイプ、アルミのタイプは特によくあるんですけど、もうここで固着してます。まあそれだともう本当に何台かに1台っていうのかな、これもダメになりますね、外すと。はい、はい、次回はですね、このグリップ、汚くなったグリップを交換するとかね、そういう時の取り外し方法ですね。